はい、ナマステ。このビデオは、国際交流基金に、ニューデリー日本文化センターの、日本語教師育成コース、訪日労働者の労働問題を防ぐことのできる教師を目指して、こういうコースの第4週の授業の前に、見ていただくビデオです。はい、このビデオでは、AI で会話モデルを作るというのを実際にですね、私がやりながら、お見せしたいと思います。はい、ちょっと待ってね。はい、じゃあね、まず、いくつか人工知能はありますが、最初にお見せしたいのはジェミナイですね。まあ、日本語ではジェミニって言いますけど、はい、ここに行きます。で、今、ここが開きますね。で、これはね、私はもうすでにアカウントを持っています。で、実はね、私、有料アカウントを使っていますが、無料アカウントでも、使うことができます。もう一つはね、チャット GPT.com ですね。これも有名ですよね、もちろんね。チャット GPT.com。あら、ちょっと待って。なんか長くなっちゃいましたね。はい、これもですね、まあ、私はアカウントを持っていますが、これもアカウントを持っていない人も、使うことができます。で、もう一つは、コーパイロットっていうマイクロソフトですね。コーパイロット、今出てきた。はいはい。コーパイロットドットマイクロソフトドットコム。はい。これで、これもお金払っていなくても、マイクロソフトのアカウントがあれば、これを使うことができます。まあ、ここではですね、まあ、皆さん Google をお使いの方が多いと思いますので、ちょっとここでやってみたいと思いますね。で、ここでお見せするのは、会話モデルを作るんですが、残業、給料や残業の未払いを請求できるっていうのがあったと思いますね。そのキャンドゥリストの中にね。それを、やってみたいと思いますね。で、日本語のレベルは、大体ですね、まあ、日本に来た後だったら A2 レベルぐらいの人が多いです。っていうのも、例えば特定技能の人だったら、その A2 レベル、CEFR ね、コモンユーロピアンフレームワークオブリファレンスの、A2 レベルを持ってないと特定技能の、ビザが出ませんから、まあ、A2 レベルぐらいで最初はいいと思いますね。はい。で、なので、CEFR の、A2 レベルの日本語で、給料が未払いの時に、雇用者に請求できるの、という、そうですね、can do を達成するための会話モデルを作ってください。で、それから、会話モデルには、日本語と、あ、間違えちゃった。ちょっとすみません、口で言いますね。日本語と英訳とローマ字表記をつけてください。会話モデルに出てくる単語と文法を英語で説明してください。はい、まあ、このぐらいでいいんじゃないかと思いますね。はい、じゃあ、これで、リターンを押してみましょう。まあ、ちょっとこれだけコピーしてね。はい、リターンを押してみます。はい、あなたはアルバイトをしていますが、給料が支払われていません。雇用者に電話で支払いを求めますっていうのがありますね。あ、なんかちょっとこれ難しい。表になっているとちょっとわからないというか、読みにくいですね、とってもね。はい。ちょっと見てみましょうか。はい。なんとかさんですか。まあ、私の場合、村上ですとかっていうわけですね。先月の給料がまだ振り込まれていないのですが、いつ振り込まれるか教えていただけますか。で、雇用者の方が村上さんですね。確認して折り返しご連絡します。ありがとうございます。それでは、ご連絡をお待ちしておりますというのが出ていますね。
まあ、これでもいいけど、もしね、こういうふうに表になっちゃって、ちょっとその、使いにくいという場合は、箇条書きにしてくださいって言ってもいいですね。単語と文法の補足説明、していない。まあ、こんなふうに、日本語とローマ字表記と、その、説明がね、英語で書いてありますね。can do 達成語。ね、ちょっと、でもここのね、この表になっちゃうと、表になってこれが見にくい場合は、会話モデルは箇条書きでお願いします。こういうふうにすると、普通は表ではなくて、ですね、こんな感じですね。表ではない形で、あれ、雇用者、なるほど。OK、なるほど。ちょっと待って。で、そうすると英語とローマ字がないので、会話モデルの日本語のそれぞれに英訳とローマ表示をつけてください。ローマ字の字を忘れちゃいましたね。言うのを忘れました。ローマ字表記をつけてください。こんな感じになりました。まあ、こんな感じでだいぶ、一つ一つの文にそれぞれに、まず日本語があって、英訳があって、ローマ字表記があるというのが出てくるわけですね。でね、もしこれがあまり良くないと思ったら、ここにですね、ショードラフツというのがありますね。これです。これをクリックすると、普通はね、3つのドラフトが出てきます。あれ、もう一回押してみましょう。よいしょ。3つのドラフトが出てくるので、ですね、その中から一番お好きなものを選ぶといいと思いますし、あるいはね、その3つとも、取っておいても、コピーしておいてもいいと思います。まあ、これが今、ドラフト1というのが選ばれていますが、こちらドラフト2っていうのは、まあ、ほとんど同じなんだけど、ちょっと、少しだけ違うものも、あるわけですね。で、ここらがドラフト3になっています。で、そうですね、まあ、まあ、こんな感じで、会話モデルを作ることができるわけですね。すみません、ちょっと変な音が出てきちゃいました。ごめんなさい。で、そうですね。で、できたものを全部コピーするときは、ここからだったかな。この中でコピーを押すと、それをですね、例えば、自分の Google ドキュメントとか、Word とか、そういうものにペーストすることができます。あるいはですね、ここを、このシェアのマークですね、ここからシェアというのをすると、リンクでシェアすることができるんですね。最後の一つだけをシェアしたいときはこれ。そして、一番上の全ての会話をね、全部シェアしたいときはこれ。それを押してクリックします。で、そして、コピーできたので、どっか新しい ページを開いて、あれ、コピーできてなかったみたいですね。ちょっと待ってね、もう一回やってみましょう。コピー、リンクコピーのですよね。これで、先ほどの、これがですね、給料未払いの請求会話モデル CEFR-A2 レベルというタイトルで、こういうふうにですね、一番最初に、私が一番最初に、言ったものから全部、シェアすることができます。で、こうやって表が出てきたから、その後に会話モデルは箇条書きでお願いしますとか言ってるところですね。で、まあ、こういう感じでできます。で、これですね、チャット GPT でも、コーパイロットでも大体同じものができると思いますが、その時によってですね、ちょっと品質にばらつきがある時もあります。なので、これ、マイクロソフトとかね、Google のアカウントを持っている人、それから、
ちょっと待って。今、Google アシスタントが起動してしまったんですね。はい、まあ、こんな感じで誰でも使えますから、無料でね、お金払わなくても使うことができますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、じゃ、とりあえず、会話モデルを作る、ビデオはここまでになります。